ことじゃないです。その話を聞く力だよ。そのままお待ちください。一日を通して聞く力がかなり劣ってんだよな。朝が来ました。初日の襲撃はありません。9番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、思考開示というか、まあ、思ってること言いますね。なんか人狼って結局誰かに黒塗らないといけない人物だと思ってて、なんかあんまりなんかかな、白要素ってなんかつけられないと思ってるんで、自分はどっちかというとなんか白要素を拾ってきてあげたいなと思ってて、でその白要素を拾ったところを残していけば、例えば最終盤面ってまあ、白いとこ2人とか、まあ、自分が残ってもう一人白いとこ残したときに人狼って釣れると思ってるんで、自分はなんか白要素を拾う方が村っぽいなと思ってる方ですね。であと不当な黒塗りとかすり寄りっぽい何だろう、過剰な白置き、まあ、これはちょっと怪しく見ますね。自分はそういう思考で見ていきたいと思ってます。だからできるだけ白い要素を村人は出してほしいなと思ってます。頑張って拾いたいと思ってます。以上です。1番さんが発言します。はい、お願いします。村人陣営ですね。まあ9番に関してはどうだろうね。なんか用意したことを喋ってるって印象があるから、基本に関しては人狼も市民でも両方あるかなと思ってるけど、ただ自分の感覚論でいくんであれば9番は白かなと思った。だから自身の世界線で9は白だから2から8に色って感じには見えるかな。現状は1周目はね、もちろん2周目で9が黒くなったら話は変わるけど、ぐらいかな。であと9番さん の後半の村語りがありだったら騎士は増してましたっていう発言だけはちょっといらなかったな。その発言だけはね、別にありだったとして君が騎士は増したところでね、君自身が白くならないとアーマーって信用されないから、何言ってんだこいつとは思ったけど、まあそれでも9番の色は感覚では白かな。ただ言論でいくんだったら黒か白かは分からないって感じ。2番さんが発言します。はい、おはようございます。占い師です。ランダムで6番さん白、6番さん白と出ています。あ、これお願いします。9番さんに関しては、白要素を拾っていくことってしなくていいんじゃないかなって私は思ってる。それをすり寄りかもしれないっていうふうに思うんであれば、やめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってるくらい。一番さんに関しては、まあ、名前の通り感覚で九番さんシロ発言ではわからないけれどって、その感覚、過去の部分を取ったのか、その理由を教えてほしいかなって、喋り方なのかとか言葉の言い回し方なのかとかいろいろあると思うんですけど、はい、ただ言ってるだけの人になってしまっているので。以上です。3番さんが発言します。はい、ごめん、占いがついてねえや。あ、ついてるか、出てないか、あ、出てるか。OKOKOK。一城です。把握よろしくお願いします。まあ、対抗は分からんけど、そうだな。なんていうんですかね、9番さんの白要素を拾いたい。だから白要素を出してほしい。白要素を拾っていけば勝てると思うって言うんだけども、ちょっと僕は印象悪いんだよね。なんか狼っていうのは色つけてるじゃない。だからこそ白要素を拾いやすいし、白塗りしやすいし、だから狼っていうのは村人を黒くしなくちゃいけないから、だから黒要素を探すっ
方が俺はいいと思うから。4番さんが発言します。ちなみに3番の言ってることが何一つ理解ができなかったですね。オオカミっていうのは白が透けてるから白要素も拾いやすいし、オオカミがやるのは黒、村人を黒くすること。でも別に白要素を、白が分かるのと白要素が拾えるのはそもそも別のことだと思ってるんですよ、僕は。白要素って、あ、3番さんのここの発言が、村人視点だね、真の占い要素だね、これが白要素やと思ってるんですよ。で僕が仮に人狼だったときに、じゃあ5番が相方で、6、7、8、9、6から3番が、白だね。これは白が透けてるだと思ってますけど、だからその白要素の置き方とか、そういうのでいろいろ違和感は取れるんじゃないですか。だから9番が白要素を、5番さんが発言します。まあ白要素が明確に拾えるのであれば全然いいと思ってるけど、なんかそれって評価異臭行動もあるから、9番ってすごい、あの9番さんが、まあ、村だったら言うんだけど、それってすごい、あの危険思考ではあるよって思ったから、1番の方が評価が高いって思ってる。で3番の話がちょっと理解できなくて、あのそれは4番が触れてくれたからいいんだけど、あのじえなんて言ったんだっけな、人外は黒塗りしていくから黒要素から出した方がいいっていうのが、んどういうことってなっちゃったのが3番さんに対してかな。だからそこに対して指摘ができた4番も評価が高い。まあ14に関しては私は評価が高い。これ9番が白を出してくれって言ったからね。私は原文精査しっかりしてほしいと思ってます。6番さんが発言します。3番が多分言いたいのって、白要素は黒要素を提出してった方が早いんじゃないかのどんじゃない、3番って。多分分かんない、これ間違ってたら3番にとりあえず述べて。のと、まあ、1番は感覚と中身取ったやつ村じゃないか。じゃあ2周目でよくねって思ったの1番で。どうだろうね。あんま2番3番の審議は賞味はついてないって感じで。でもそもそも9番自身が落ち度を作った時に、まあ、そういうとこって、メシラを見つけていくっていう、落ち度作んなきゃ普通基本村が勝てると思ってるから、9番自身が落ち度作んなくて、全体的な勝手でき、できた、で、落ち度ができなかったときは、だんだん村は広いんじゃないと思ってるから、まあ、感覚、俺は感覚じゃなくて、まあ、人外でもいいけど、まあ、9番2周目よかったら村で広いんじゃないと思ったら6番かな。あなたの発言です。原文通り取ってるってことですか？4番と5番って踏み取ると6番みたいに多分なると思うんだけど、3番の言いたいことって原文通り取ると人外は黒塗りするから黒要素拾った方がいい、黒要素拾ったら人外が黒塗った村の人が黒くなっちゃうけどっていうって感じになるけど、まあ6の方の解釈なんだろう多分ね。で、9番の白の要素がおかしいって言ったら、3番の原文は取らないで6番みたいな組み取りすれば、黒要素拾う人の方が正しくない？ 9 番は白要素、3番は黒要素になったら、まあ、3番の原文はなんか違和感はある、なくはないけど、3番の黒要素の方が正しくないの？ 9 番の白要素が変だっていう。5番だったっけ？うん。黒要素拾う人の方が、まあ、普通に聞こえるのは普通じゃないの？うん、原文取りすぎてしまうと変かもしれないけど、8番さんが発言します。まあそもそも原文精査する人が多分一番もう評価勝手としては当てはまんないかなって5番して思うんだけど、でまあ、あとは多分一番
精査しての6番かなと思ってて、そもそも1番の9番の当て方って、まあ、トータルで言ったら2周目でしかなくない。感覚ムラでも発言で人外と取れるかもしれないって、なんかそこでなんか言い回しをする必要性ってあったんかなって一番して思うし、なんか2番視点で、9番に当てた精査でさ、なんか1番に、じゃあ9番が評価できたか、できたところの理由が欲しいって言ったけど、9番ってそれを言ってるから、なんかそもそも2番のから9番への当て方がずれてるし、それを1番に求めてるのも変だなって思ってる。だから単体では2、3だったら2番が偽かなって俺は思っちゃうけどね。で、グレーで変なのは5番。はい、で、4番は3番の意味理解してんじゃんと思った話聞いてて。はい。9番さんが発言します。はい。なんか言いたいこと一番拾ってくれてたのは8番さんかなと思ってましたけど、5番霊能ね。そう。まあなんか、でもちょっと5番さんに気になってたことって言えば、1と4が白いって言えばいい話じゃなくて、まあ印象がいいぐらいになると思うんですよね。で、例えばですけど、まあ5番さん霊能だからあれですけど、スムラだった時って1と4に、なんだろう、白く置いた時って、5番さんがローだった時ですね。あ、ごめんなさい。ローだった時に、さらに 1と4を黒くする、釣り縄に持っていくことが大変だと思うんで、なんかこうやって白置きしてくれる人って、なんだろうな、良くなるなってイメージもありますね。なんか2番3番には両方ともなんか伝わらなかったなというところですね。現状8が印象いいですね。まあちょっと白くまで置けなかったです。すいません。ただ、なんか1番拾ってくれてたんで、8番が印象がよく。で、1番については、なんか感覚で白いって言ったかな。なんか白いか印象いいか言ってたと思うんですよね。あ、白いって言ってたか。ってなると、黒って、あ、黒じゃない。1番って9番に黒を塗りづらいと思うんですよね。なんかそれ以上の、なんか黒要素を出さないといけないとか。感覚だから多分塗りやすいかもしれないですけど、ただ現状、まあ、今印象がいいのが1と8ですかね。7についてはなんかちょっと、会話になってなかったなっていうところです。まあ、4番さんの3番指摘はごもっともだと思いましたし、6番については結局なんか、まあ、9番ってこういうことなんでしょう、じゃあ2周目ですねって終わってしまったんで、6番が一番自分の中ではいろいろ落ちてないなっていうところです。もうね、7番はもうその黒要素を大事にするか白要素の大事にするか。1番さんが発言します。まあね、多分6番が狼だと思ってる、俺。8もあるんだけど、8は多分強人っぽいから、俺もいろんなプレイヤー見てきたんだけど、結構俺いろんなゲーム数重ねてきたし、いろんなプレイヤー見てきたけど、大体わかるんだよね。もうなんか10秒、15秒喋って、そいつが白か黒かっていう。大体ね、外すこともあるけど、8割9割当たるんだよね、やっぱり。だからあんま面白くないんだよ、このゲームやってても。まともにやっても、正直。だから違う世界観のあるゲームプレイを俺は今始めてんだけど、普通にやってもね、もう分かんないからあんま面白くないんだよね、正直。多分6番狼だよ、これ。で、状況的白買えるのが4。で、9番の白溜まってて、ね、7番目は再生数だけど、多分7番も狼目ないんだよね。発言の内容から。あと、喋り方とか雰囲気的に。で、8が6を擁護して、多分8巨人が6番狼を多分見据えて、白っぽい俺に叩いてる構図とかで言ってんだと思うんだよな、多分。だから占い進路だと思うよ、普通に。2と3で。で、2と3だったら多分2が偽。だから26だと思う、結論は。ただ、一番自信あるのは6番が狼。要素出せって言われても、これはもう俺の感覚だからね。でも結構当たってんだよね。あと、強いて言うなら6番の発言の姿勢かな。喋り出す時の姿勢、入り方がなんかね、人狼あるあるなんだよな。別にこの感覚だけで君たちの票を、得られるとは思ってないけど、参考がてらに。ぐらいかな。
多分26なんじゃないかな。うん、だから26黒の、うん、そうだね。多分そうだと思うよ、普通に。で、9番の白合ってると思うし。2番さんが発言します。はい、間違ってますね、その感覚。長年やってて、間違ってるんですね。いいですよ、6番差し上げても。5番さん、1角してるんで。はい。私、1番さん、占いたくないなって思ってるくらいなんで。全く理由がない。長年の経験。どこか印象いいんですか、9番さん。白い血を見つけて、そしたらそこに黒を塗りづらくする。この感覚でって言われて、飲めるんですか、9番さんって。8番さんも間違ってますけどね。4番に関しては、3番にしか触れてない。ほぼほぼ。3番の発言のみ。だから三強人の場合って、4って91とかに触れづらいのかなっていうふうに思ったくらい。7番に関しては6番の発言を3番が言ってたのはその通りだって言ってただけの人物としか捉えてないんだよね。いいですよ。私6番さん差し上げますよ。5番さん一角してるんで。はい。6がそんなに黒いのであれば。はい。今日しか釣れないですからね。3に黒打たれてみんな考えるくらいだったら、5に色を見せた方がいいと思ってます。以上です。3番さんが発言します。はい。そうっすね。いや、まあ。もう、7番さんってのは、まあ、原文、俺が、まあ何、6番さんは黒要素を提出しろっていうふうに俺が言ったって言ってて、7番さんはだからそれは分かるって言ってるんだよね。4番さんは何、俺の言ってることがさっぱり分からないって言ってるけど、だから白要素の拾い方って、白要素の拾い方を見て判断すればいいって言ってたよね。俺の4番さん視点、俺の言ってることが何一つわからないみたいな言い方されたんだけど、俺はシンプルに白要素、9番は白要素を拾いたいと。だから白要素を出してくれみたいなこと言ってたよね。その発言から。でも、要は狼って、っていうのは白要素を簡単に、まあ、別に作れるし、最もな白要素も作れるし、白に対してはね。だから、狼がしにくいことは、黒要素を出すことだし、結局、村人に黒を塗らなくちゃいけないんだから、狼っていうのはね。ちょっとわけわかんねえな。1番。でもな、1番って全くグレー精査してなくて感覚の話してるからな、もう強人だとして。じゃあ俺の狼見てんのかな、1番は。いや、わかんねえな。ちょ、4番さんの返答次第で、まあ、決まるけども、まあ、8、7。やべえ、わかんねえよ、これは。ちょっと4番さんの発言。4番。さんが発言します。僕の発言ってそんな大事ですか？3番から9番に対するの言い方がちょっと意味が分かんねえなって言ってるだけで、僕は理解ができませんでしたって言ってるんです。
それで3番が偽だねとか言ったつもりもないし、3番の2周目の精査次第だと思ってるし、うん、で結果その3番は4番に対して、あ、4番の発言次第だねって釣り位置迷ってるわけでしょ。現状下の釣り位置はじゃあどこだったんですか、3番さん占い師視点で、うん、で3番は1番に対して、あ、まあ白持ってて強靭って言ってたか、強靭っぽいな、うん、じゃあそこ抜いた黒位置とその現状から釣り位置って一体どうなんやろうなって思ってたし、うん、でも正直2番も3番もどちらもあの考察っていう考察をしないと思ってるんですよ、僕視点は、僕の個人的な解釈ですけど、うん、今盤面をまとめただけないし、みんなが言ってることを復唱しただけだと思ってるんですね、うん、で2番別にいいですよ6番釣ってもって言ってるだけだと思ってるし、うん、だから2番3番の審議は正味今現状ついてないって感じですね、うん、どうだろう、だ9番の8番とかに対する水寄りには見えたっちゃ見えたけど、僕は8番が白いとは思ってないし、白いとは思ってないけど印象が良かったでとどめてる9番ってのは水寄り切れてないと思ってるから、あって強靭だと思ってて、で9番以外から釣ろうかなって思ってます。5番さんが発言します。え、聞こえねえぞ、またこれ、まあ聞こえねえよな、5番の発言、マジ話してんの、またこれ話して、ガチって気づけよ。ないって言われた瞬間、助けないじゃん。もう間に合わねえだろ。3人から撃たれてんだから。聞こえますか？あ、オッケーオッケー。あ、よかったよかったよかった。多分私が悪かったんだね。4番さんの2番3番の審議がついてないんだよなって言った後全然聞こえなくなっちゃって、これはまずいなと思ってたらごめん、私が悪かったみたいです、失礼しました。まず今日の釣り位置言いますね。8番9番の乱択にしましょう。で余った方、生き残った方、必ず統一占い飛ばしてください、占い師さん。はい、8番9番の乱択、8番めちゃめちゃうまくはまとめてたけど、結局自分の精査って落とさない人物だなって思ってました。盤面うまくまとめただけの人物で、9番って結局白、自分の言った進行論できてません。はい、5番に対してずっと話をしてただけで、白いと思うところを全然上げなかった人物、はい、どっちも分かりません、私が。まあそれぐらいです。8球で。6番さんが発言します。まあ8球だったら9番初期行こうと思って2周目できてないとそこは5番と同意のと、1番ただ感覚で本当6番を込めまれてるから虫が来なくて、本当に俺が5番引いたわけじゃなくて、それだけ感覚とフィーリングだけで言われても何も答えられないから、すごい殺意が湧くぐらい。で、それ人外要素って何も要素足りえないし、に対して。なんか、それで人外とは置いたくはないから、一旦とどめとくんだけど、まあ、9番2周目はグレスケで変だと思ってて、まあ、7番命ないって結構6番に対して言及も入って、ほんと色落ちないって思ってるし、9番が8番で、それで4番評価するとき、8番と4番理解してるじゃんってるから、ほんと、本当に9番日本に引き寄せて銀河のと思っていくから8と4一緒に評価は基本できないと思ってる。だから、まあ、2周目9番人外かなと俺は思ってる。はい、
まあ、俺は今7番に特段くさみっていうか、狼は素白いってない。でも2番、3番だったら、本当に死んだったら2番、3番。一番色は高いという感情は理解するんだけど、口さ差し出しは別に、なんつうのかな。変なとばっちり向けないでほしいなと思ったのに、まあ、はい。別にそれが偽要素じゃないんだけど、まあ、それぐらいかな。8級だったら基本注意くらいだけ落としておくかな。で4番はちょっと色測りづらい。途中途切れたから、精査不能。はい。1、2はとりあえず視点更新は少しでもするつもりだけど、感覚やれても俺は何も返せない。はい。8番の強靭要素もわからない。その要素拾っても。はい。まあ以上。あなたの発言です。8から9は、いきますけど、2番ってグレーゼーさん皆無ですけど、6番釣ってもいいですっていう。いや、1番しか6疑ってないんだけど、この人何言ってんだろうっていう。一番思ったのは、うん、グレーゼーさんしろよって思いましたけど。あんまま4か7か8釣りたいっていう、でしょう。ね、9番だけ弾いてって感じだから。まあ3が6だったら、4か8にでもいんのかね、囲ってない限りは。うん、露骨な奴らと9なんだけど。2番だと全然何言ってるかわからないくらいだから。うん、4と6これでフラットでいるのかっていう。2周目だけ考えたらこの2番って何言ってんだろうっていう。1しか疑ってないんだけど、6番を。うん。いや、真面目にやってほしいってレベルなんだけど。うん、3の方がまだグレーセーサーしてましたけど、まあ、まあ、それでも高得点ってわけじゃないけど。9番は、自分白く置かれた人だけが白ってことなんですか ?7 と8すげえざっくりけど同じようなことですよ。うん。で、7の人は会話にならないって言われてわけわかんないんですけど。うん。って思いましたけど、8の人は5番とか6番を感じる違和感があるんだなっていう風に、だからもうちょっと視点更新して8番に9番の人外だと思う方に入れなきゃいけないなと思ってますが、今のところ9番の会話にならないって言われてもわけわかんないなって感情面で怒りを覚えてます。8番、7番同じようなことだから、7番だって会話になってるでしょ。7番白引きでしょ、間違いなく。うん。9番の話はちゃんと言ってるはずだよ、俺。7と8多分同じようなことだよ、ざっくり言うと。うん。なんで8番が白くて7番会話にならないのかなっていう。怒りを覚えてます、もう。8番さんが発言します。まあ8番9番だったら、まあ、9番投票するけど、5番に言うと俺2番3番で2番が偽じゃないか、で5番線の中で1番4番原文精査する人が1番4番評価できないんでって、俺は5番を単体で怪しく持ってるんで、場面なぞっただけとか場面整理してるわけ以外のちゃんと考察してます。でそもそも9番自身が8番に対してね、自身の、村市を探し行きたいんだって要素があるってあれば、なんか8番のことを少なくとも評価プラス、まあ、村置きはできないけどっていうその一言いるんかなって9番の進行も聞いたときに思ってて、まあ、それができてないのが、まあ、9番。で、4番が9番を、8番保護してる姿勢から、なんか9番強靭だから、今日は9番以外でっていう、なんか釣りたくも俺はよくわからないなって思ってるから、なんか9番4番とかすげえ全然あるかなと思って聞いてて、そもそも人に伝わらないことはなんかやるべきではないなって思ってるのが1番かな。ただ、2番3番の審議だと俺新居やってんだよねと思って、で正直に6の村はね結構俺拾えるかなと思ってて、2番自身がこれ7番言ってたけど、そもそも6番疑ってるのは1番だけだから、なぜそこまでしてなんか2番が相方を差し出せるっていうのが俺が理解ができず、7番が8番と同じ評価だったのは1番に対しての精査観点ですね。はい。で、そもそも原文理解した上で4番って3番に対して殴ってるから理解できてるんですよ。4番で3番の話を、なんかからその一言がいるのかなって言った時に、
俺は殴ろうとしてる4番オカミ像結構あるかなと思ってる。はい、まあ9番投票します。でもこれ9番白かもしんないけど面白いから9番つろう。何も会話にならないって言われたってもう、うん、さよなら。ボタンをタップして選択できます。会話にならないっていう、会話してんじゃん俺。5番に言ったけどさ、9番の白が違和感あったら3番って黒で置くのはいいんじゃねえかなと思ったけど、3番の原文はなんか変だけど。っていうのって別になんか会話になってないよね。投票を終了しました。何のこと言ってんだろう、9番白かもしれないけど。追放されるのは9番3です。私は怒りを覚えてるから9番する。9番3が発言します。はい、お願いします。いやー、なんか8、途中まで良かったなと思ってて、ちょっと投票6に出ようかなと思ってたんですけど、6の村要素拾ってるのはちょっと言ってほしかったですね。自分、なんか6については、なんか結構、ローっぽく見てますよ。なんか結構激しく見てるし、何これ、本当に。なんで2番の人がもうこれならもう知らないけど、シーンは見れない可能性まで秘めてる。同人兵なんですかね。シーンでなんで1番に乗っかってんの。で何ですかね、3から6が黒出されたときに、なんか悩むぐらいだったらって話だったんですけど、3が6に黒出すって分かってるんですかってちょっと思ってしまってたんですよね。で、なんか結構6については色出してこないし、で、7番さんには申し訳ないです。会話にならないって言ったのは、なんだろう、自分は白要素の方が大事ですって話をしてて、7番さんってちゃんと黒要素を拾っていくべきないかなって言われたんで、だって考え方の違いだから、まあ、そこについては、まあ、白を大事にするか黒を大事にするかで、ああ違う違う、なんか9番は白要素っていう話をしてて、5番がそれに違和感持ってたから、3番は5番さんについて、5番は9番も3番も叩いてるからよう分かんねえなと思って、例のだったけど、黒要素さ、あ、まあ後で言うか、うん、そんなところかな。正直1は感覚なのかもしれないですけど、なんか自分、理由つけたときに、2の発言から、まあ、ちょっと、なんだろうな、2の発言のちょっと細かいとこついてるだけかもしれないですけど、なんか2、6あるかなっていうのが本線ですかね、今。で、8強かなって思ってます。なんだろう、逆になんか8番さん標準とかじゃないんだったら、6の村予想してほしかったなと思ってて、結局この村ってあんまり村要素拾えないんですよね。あのね、一応9番の人誤解してるからね、動画で見た時にメッセージ伝えるけど、夜になりました。9番の人がね、白要素の話をしてるんだよ。それは知ってる。9番の人を否定してるんじゃなくて、5番の人が9番の白要素を否定してて、9番の話を否定してて、3番の話も否定してて、9番は白要素の話で、3番は黒要素の話なんだよ。一体5番は何を言いたいのかなと思って、9番の白要素を否定してるなら3番の黒要素っていうのはまあいいんじゃないのかって思ったりするんだけど、ただ3番の原文が変だからね、その原文が変だってことについて9番の白要素も違和感だけど、3番の言ってることも違和感ってこともあり得るんだけどっていう話をしていたの。9番の白要素が気に入らねえって話じゃねえのよ。5番の人の救済評価がなんかどっちものあれだっていうのは変だな。やばい。なんで俺噛まれんの、いつも。石います。8番さんが発言します。8黒8白。ああ、マジか。間違えたわ、俺。2番偽ね。間違えてねえじゃん。5番色結果は。8番。5番さん。9白でしょ。まさかの9黒あるかなと思うけど。まさかの9黒これ。ないと。5番は寝てんの、まあ、いいちょっと眠ってんの。私よ、別に俺のなんで俺噛まれてんだよ。6-1噛まないのかよ。9番自身が、まあ、自分自身として進行論を守れておらず、発言の中で8番の様子を取りながらも、9白だよね。9番白が早く帰れよ。そしたらまあ2番4番とかじゃない。そもそも4番って3番の思考を理解した上で、まあ、3番を殴ってるから、4番って3番の意味を理解してるんですよ、そもそもね。だから、まあ、普通に2番、3番で、まあ、芯を殴りに行った4番を組むって全然あるから。なんで釣られてんだろう。はい。
まあそれかな。で、あとね、感覚値でなんかそもそもやってるプレイヤーとか話を聞いてない。噛まれてるから主任、ね、理解した上で、主任か分かんない。三番に評価できてない。まあ一応主任と言っとけば。4番記事で噛まれてる人にも一応死にます。まあ一番4番噛まれてるのはまずそもそも原文精査で評価できないから。で5番さんにはあの伝えておきますね。はい。なんか8番投票来てたんで。まあ2番8番のランカーと思うんですけど。はい。まあちょっと位置弱いんで。あれですけど。まあ2番投票お願いしますって感じですね。これは2番、4番狼だと思ってます。表示位置は1番とかじゃない？はい。1番さんが発言します。うん。まあなんか2番のやった行動って指定形だと思ってるから、多分狼じゃないと思ってるのね。うん。だから3が偽かな。なんか昨日感覚で言ったけど、あれはみんなの1周目の発言聞いた段階だけど、2からもう一回聞き直したら、なんか2番死んだ感じしたんだよな。これも感覚で。で、狂人でもやらないし、6番隠した時ってどうするのって話だから。ただ2番死んだ、これ。これいっぱいゲームやってきたけど、わかる、これが。だから、8黒っていうのは本当だわ、これ多分ね。まあ、8番が言論前っていうのは分かったよ。原文、原文、原文って分かったって。君が原文税っていうのは、原文で精査をしたい、原文でゲームをしたいっていうのは分かった。ただ俺は感覚税だから、君のその、あれにはついていけないんだよ。うん。いくら原文って言われても、俺は感覚税なんだから。うん。だから、その、原文で精査、その、精査できないっていうけど、君の感覚で精査すればいいんじゃないのだけど、俺から言わしてみたらね。だけど、8番が原文前ってのは分かったから、それは分かったんだけど、なんか、原文、原文、原文しか言ってないからね、8番って、このゲームを通して。どんだけ原文、原文、原文って言いたい。ね、うん。ディベートがしたいから、うん、8番は。分かんないけど。まあ、とにかく8番人狼だと思ってて、38かな。うん。で、俺、巨人じゃないしね。8番の人狼さんに言っておくと。うん。だから、6番がそうなってくると、巨人1かな。6番もおかしかったからね。うん。俺のもう、この経験則で全部話させてもらうけど。うん。ぐらいかな。やっぱ7番白は合ってたよね。うん。これは言った通り。俺の感覚がやっぱ合ってた。うん。で9番も白いでしょ？急所も当たってるじゃん。俺の感覚。2番さんが発言します。はい、8番黒でした。昨日9番に行ったのは9番の言ってることもやってることもわからないからです。はい。まだ8番の方が言ってることが理解できる。1番も占いたくない。私そう言いました。全然狂人もあると思ってるし、感覚でどうのこうの言われるほど不愉快なことないんで。だから一角してる5番に6番の色見せればわかるんじゃないんですかって私言っただけ。違う？それではっきりするから。4番さん黒塗られてるけど。で、8番は6番の白要素って何拾えたの？ね。はい。私は白持ってるから白だってすぐわかるけど。理由は？3番の発言から4番にしかほぼほぼ触れてない。グレー精査してないって言ってるけど、1番にあんなこと言われてマジで腹立ったからね。6人で見るんだったら6つれやって思うだろうが普通に。はい。
まあ、8黒だったんで8釣ってください。以上です。3番さんが発言します。はい、2番さんは狼というよりも強人なのかな。いやー、わかんねえなー。この2番のこのそのまあ俺の白先に対する、まあわからんけど、俺の白先に対する発言を、まあ感情論だけぶち込んで6を差し出せるんでしょう。いやわかんねえ、これもうダメかもしれないけど、でも2強6四老老とか、なんか 6はなんかね、俺の視点をもう理解しようとしてくれてるっていうふうには感じてるんよ。4番さんの昨日の2周目っていうのが、なんていうのかな、でもさ、5番さんと、まあ、感覚勢の人も、1番に昨日、じゃあ8番に投票してるんだよね。ってことは、まあ、5番さんは9番さんよりも8番さんに行きたかったってことなんだよね。いやー、6、4、どっちか。難しいな、これマジで。いや、4なのかなー。8白だった時に、4番さんが発言します。いや、あなた視点で2番つって、で黒が出るないし3番が守られる状況で4番なり6番なりに色つければすっきりするんじゃないですか。かばえないんですよ、3番さん。申し訳ないですけど。3番が死んだろうが、2番が死んだろうが、3番さんの発言はかばいようがないんですよね、現状が。申し訳ないですけど。本当に占い師持ってますよって。って思いました、正直ね。まあ、だから、黒を打ちたくなさそうやなぁと思って、まあ、3番強人なんだろうなぁと思って、8番釣って、でまあ1番かなぁって現状思ってますけど、はい、3番強人してんの81とかかなぁって現状は思ってます。あ、S5 番さんと6番さんが、いや2番のここが偽だ、8番は絶対白だっていう様相に納得ができたら票変えるかもしれないですけど、現状は8番にしかいかないです。です、さよなら。5番さんが発言します。まあだから8番にずっと行ってるんですけどね。9番に関しては経費値なんで入れました。なんでまあ釣りやすい9番に行ってる人物ではあるんじゃないですか。まあ1番のライン切りもあると思いますけど、なので占い2枚残すんで、まあこれで PP になったら私の責任なんでしょうがないです。ただ8番の村はごめんけど初日から拾えてないです。はい、なんで、どうしても2番の方が真に見えるし、3番の真面目もない発言もそうだし、ただ2番の6番差し出すはいただけないんで、まあ感情で占いをするのはやめてほしいなっていうふうには思ってます。まあそういう、こういうゲームなんで感情的になるのはわかるけど、
ただそれって7番が指摘した通り1番しか言ってないことだから中身が落ちきとる現状かな。3番のシーンも一定数追わなきゃいけないんだよなっていうところが現状。その犠牲性ができた人物って7番だと思ってるからね。まあいいや、どうしようかな。3の新切りで8詰めもいいんだけどな。ただ4が今カタクナに8に行くって言った構図が私4統一占いしてって言おうと思ってたんだよね。8詰めてどうしようかな。ピーピーいけねんあるか。ピーピーいけねんあるから。いやー、まあいいや。レイローの発言としては、ハチクロ追ってます。まあ、その上で2、3センサーにします。ハチシロだったときいけないんで。2、3センサーで。6番さんが発言します。おー、兄さんなんだ。多分7狩り抜かれてると思うか、5番消えると思うんだよね。あー無理だな。2番3番生産しようみませんけど色が見れるかもよ。むずい。次の日絶対5番消えるだろう。5番絶対消えちゃうんでしょう。やだなぁ。どうしよう。兄さんの。まあいいや、ちょっと考えるわ。わかんねえ。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。追放されるのは2番3です。2番3が発言します。なんでこんなに割れてんの。3票割れてんのと。何やってくれてんの。2、3精査だって言ったんだったら8入れるしかないでしょ。何やってくれてんの、マジで。1番。全部間違ってる。なんでこんなに票が割れてんの。2、8して閉鎖でしょ。はい。以上。感情的になるなっていう方がおかしいわ。マジで。9番も9番で頭おかしいこと言ってるし、9番のその1周目の発言で周りがみんな振り回されてんの。1番は1番で感覚で全部外してるし、腹立つったらあれしないわ。発言精査も何もないわ。はい、思ってます。マジでないわ。夜になりました。そのままお待ちください。
や襲撃されたのは1番3です。3番3が発言します。6が白でしたね。これ2、24なんじゃない？騎士！マジ？なんで昨日出なかったの？昨日出なかった。というか5番が2番の色見たら白出たら3破綻でいい。4番狼なんだよ。でも5番噛まないっていうわけわかんないことを、そもそも昨日出ないの。強人 C 終わって3勝ロー で4強人で、つか3番にけど5番の色見て2黒だったら2、4じゃねえの。あんなに激突すんだろうかね。っていうかなんで8番、3番、2番で割れてんの、こんなに投票が。ヘペロ。なんでこんなに割れてんの ?28 の欄でいいじゃん。4番3なんで2番って感情的になってんの。占い師は感情的になってはいけないんだよ。巨人でした。占い師は感情的。1日締めの段階で3番が2番に対して白出した瞬間に、あ、こいつが相方かと思ったけど、2番3番の発言を聞いたときに、間違いなく3番が釣られるなと思ったので、3番のとのラインを切って3番8番に2番に対して紙を入れてもらおうと思ったら、なぜか知らないですけど7番とかいうわけわからない位置を噛まれたので、はぁとちょっと混乱しながらずっとやってました。2日目に関しては3番の発言がマジでかばいようがなかったので、どうしようかなと思ったんですけど、占いなんか5番が2、3にしますとかわけわからんこと言い出すので、なんか2番に投票できて、紙でもうあれだと思うけど、勝てました。浅間が新市長さんだったら2、4だったら2番、5番が2番の色を何色ですかって言えばいいだけだから、まあ、白出たら2戦ってことだよ。あ、8番に投票した時の、まあ、勝ち筋として、8番つって、まあ、5番が噛まれた後に、9番はなんか拡大解釈してるし、まあ、だから8番とか言えばいいのに、白だし、白要素拾ったってこうなるでしょ。1番じゃあ黒じゃねみたいな話になり、1番つって、なんかいろいろできんかなと思ってました。無理か、その時は。うん、まあ分かんないですけども。4番が強人だったらもう38ロール確定でしょ。3番さん2日目のあの発言はいただけんよ。5番さんが盤面整理とかなんかいろいろできてなさ、そのこういう盤面でのテンプレとかで理解しなかったから。なんで28ロールで28の欄で3投票してんの、5番と6番って。100%3番。何してんの、霊能と騎士は。知ってますからね。なんで28の欄で3いってんの、この村。なんで28の欄で3いってんの、5番、6番って。いやー、切ってたよ。だから、そもそも2番目線で3に行けない理由がわからんし、2、3精査つってんだから対抗陣営で3番に入れなきゃいけないでしょって思ってるし、なんで2、8じゃねえのこの人たち。うん、そもそも全部あったじゃん。2、3精査してる例のやつしいんだよ、まずよ。8、2精査、8、2精査で4に色当てたらいいんじゃない。はい、私は4番、2番、8番の欄で2、3にしてる例のみたい。なんか何してんのこの例の。もうちょっと進行論きちんと学んでほしいなっていうふうに思ってます。2番8番の欄です、常識論で。発言します。2番欄なんかわけわかんない欄してんだもん。5番防衛してます。はい、一段します。8番3が発言します。まあ、陣外陣営は、ご投票に合わせてください。で、まあ、原文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 って一番さんに言われたけど、狼陣営だから原文精査するんですよ。はい。原文がおかしい村人を釣るために。はい。まあ、そもそもでも、なんか5番視点の8番陣外予想、別になんか納得できなかったけどね。俺、6番にいいなと思ったのは、普通に3番の組み取りと、読み対しての精査観点。の当て方が6番いいなと思ってたから、6番評価でき、まあ、
1番は感覚で9番をの村を拾ってて、4番は3番の話を聞いてないにもかかわらず3番精査してるから、原文精査する人が1番4番評価できないんですよ。これは多分占いがまず絶対的に通ってるから。カリカリすんの。はい。だから俺の占い師ってカリカリしてねえじゃん。人類としてなんか確定する要素に。なんでカリカリして1番に言われただけで6番つきますって言うんだろう、まずシンが。今日は5番。俺だけカリカリすんの、新占いなのに。あと、2、3ランってなんだよ、まず。2番、8番ランだろ、普通に一般常識。なんで2、3ラン組んでんだよ、役持ちが。2、8ランだろ。2番、8番ランだろ、常識論で。2、3だから2、3でしょっていう霊能がやばすぎだろ、まず。これ反省もしねえだろ、まず。2、8ランだって、一般常識で。投票を終了しました。追放されるのは5番さんです。試合終了、敗北しました。なんで試合見てねえうちに